オスズメバチに刺された痛い耳痛いな、あ痛い、あ大丈夫かな、顎まで響いてる、おお、とりあえず降ります、しんね、あのここかな、これやね多分、いやあの心拍落として、ね、呼吸を整えて、ほんでイヤホンも落としたな、いやーすげえ血上ってる頭、あの、で足も刺さ、噛まれて、足噛まれて左のふくらはぎ、あー顎まで、顔全体がちょっと熱っぽいな、あったよかった、とりあえず降ります、ブワーっと100メートルぐらい走って降りたんだけど、ちょっと100メートルぐらい走って降りたけど、ふくらはぎにずっと蜂が挟まってて、走ってる間にふくらはぎもう一回噛まれて、ほんで立ち止まってふくらはぎ見たらついてて、まだおる、怖い、降りよう、とりあえず出して降りよう、追っかけてきた、やばっ、めっちゃ凶暴、いやちょっと心配ですね、いや耳が痛い、いやさ、めっちゃ追っかけてきた、耳がすごい熱い、ほんでちょっとねクラクラするな、唇のちょっと血の毛がなくなってる感じする、ふくらはぎも 3,4 回刺された、とりあえず降りて、いや全然降りそうにないところで、道の脇やったんですけどね、こういうちょっと血の毛がね、顎まで響いてて、ろれつがちょっと中心しながら、気をつけて降りてきます、もしあれエピペンも持ってるし一応、ちょっとね耳やから自分であんまり対処できないけど、あの抗アレルギー薬を飲もうかなと、ちょっとそこに車があるんで、実乱注意、うわぁ、何回も噛まれたもんな、同じとこ。えぐ、こんなえぐいの初めて見た。3回か4回ぐらい。ちょっとこの耳つばれみたいなのが広がってきたらちょっと注意やね。ちょっと血抜きます。いやぁ、これどうなってる、なんか、耳も、テンってなってるな。ポンプでちょっと、抜きます。よし、吸ってくれてる。ちょっと車の中で、退避して。巣から300メートルぐらい離れたかな。ちょっと吸えたんかな。あかんか？でもなんか、塊出てる。
あー痛い、めっちゃ痛い。あ、ちょっとお尻拭き。耳は一箇所か。あ、痛。うわ、ちょっとね、早く麓まで降りた方が良さそう。やけど、応急処置だけしとった方が良さそうやけど。吸ってるのこれ。どうやねんやったっけ、こうやんの。ああ、やっぱり耳やから吸いにくいんだな。ああ、ちょっと足吸おう。足、うん、じゃあ足で。変なことになってるな。なんかガジ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 されてる感じやったんかな。噛まれた感じ。痛っ。こんな痛いんやな。いや、こんな痛いの久しぶりやな、この蜂で。よいしょ。で、ちょっと濡れたやつで拭きます。痛。いや、ここもやられてるやん。二箇所。最初こっちやられたんかな。三箇所やられたっすね。多分、もっとかも。ふくらはぎ。ああ、なんぼか吸ってくれてそう。ふわ、あ、いや、ちょっとね、やっぱ頭が近いからね、すごい熱持ってる。よいしょ。で、まあ、一応エピペンも持ってはいるんですけどね。塗り薬。痛え。何これ、ステロイドの塗り薬。塗ります。ちょっとね、オオスズメバチ、俺は、アレルギーとか特にないんですけどね、オオスズメバチ、3発はちょっと気をつけた方がいいな。はぁ、で、やっぱり心を静めて、心拍を上げないように。いや、でも、あれやもんな。やられた速攻はもうその場からとにかくダッシュで逃げないと。で、今回またね、案の定、逃げた先でもう一回やられるということになっちゃったんで、もっとちゃんと逃げなあかんかったですね。これ、飲んどきます。ビラノア、トンプクですね。アレルギーのトンプク。多分ね、これ飲むだけで、結構違うんで。で、水分は方面取っておきましょう。あ、これでとりあえず今できることはしたかな。いやー、怖いな。とりあえず山降ります。またお疲れ様です。病院行ってきました。なんとか運転1時間して、いや結構きつかったですね。なんかフラ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 してね、止まって救急車呼ぼうかな思ったけど、まあ、でも大丈夫やったし、
1時間ほどかけて山降りてきて、整形外科の方に行って、なんかあんなやり方あんの知らんかったですね。麻酔を注射で打たれて毒と血を出すみたいな感じで、でその時すごい楽になったっすね。であ、めっちゃ楽になったっす、言うて元気に出てきたんやけど、やっぱめっちゃ痛いっすね。耳とふくらはぎがもう何箇所かわからん、なんか小さい傷跡もいっぱいあって何箇所かわからんけど、今耳がめっちゃ痛いっす。ちょっと体力を回復させてゆっくりしよう。痛み止め処方してもらったんで、それもちょっと飲んで水分も取って、まあアナフィラキシーはね大丈夫そうなんで、ただ耳めっちゃ痛いな。うん、ちょっと休みます。あ、皆さんもこれちょスズメバチ危ない季節なんでね、気をつけてくださいね。またまあまあ無事やと思うんで、また元気な姿でお会いしましょう。ではでは、です。いやちょっと画面では分かりにくいけど晴れてるっすね。漫画喫茶に退散して今日はちょっとここで寝ますけど、おはようございます。ちょっとしばらく一晩寝て、痛みがねちょっとマシになった気がするっすね。触るとめっちゃ痛いですね、まだね。で、耳はまだ腫れぼったい、全体腫れてる感じするですね。こっちの耳なんかでかいよ。ここもなんかここぐらいまでガーって腫れてて、熱持ってる。ここもって感じ。ここが腫れてるな。足ももう全体腫れっぽいしね。多分 2,3 箇所やられてるですね、こことここは大きくやられていて、なんかこの辺もなんかねやられてるかもしれない。すごい比べても分かりにくいけど、足首がすごい太くなってて、足首がすごい動きにくい、ふくらはぎに力入ってくるみたいですね。で今日も昨日やられたとこから草刈り、まあなんとか、ね、休むことも考えたけど、まあまあ、やれんこともないかなと思って、とりあえず現場行ってやってみようと思います。まあ半日で帰ってくるかもしれんけどね。まあとりあえずやって。やりだしたらやれるもんですね。ちょっと痛み止め飲んでやろうと思います。いやー。昨日蜂にやられて退散して一時避難したところがここですね。で、ここでこうどこ刺されたかなと思って体を点検してたんですよ、こうやって。でふくらはぎが痛いからって言って見たら、ここにスズメバチ止まっててギャーってなって、でここ慌てて僕ここで握りつぶしてポイってやってたんですけどね、それがこの辺に死んどると思う。あ、おるな。あ、アリが食べとる。この子っすね。この子に。うわぁ、もうほとんど体が食べられてる。うわぁ、凶暴。恐ろしいな。これっすね。お腹がないけど、やっぱり、だいぶ、でかい。恐ろしいな。これは何やろ。スズメバチではあるけど、オオスズメバチではないんかな。どうなんかな。あんまりね、あんまり殺生はしない。こうなんですが、まあ、もろに噛まれてたんでね、そういうのはもう躊躇なくいきますけどね。いやー、まあ、アリに食べられて、俺はハチに刺されて、ハチは俺に殺されて、そしてアリに食べられると。ずっと尾根の向こうの
道縁のとこ草刈ってて急にバチバチっと来たっすね。やっぱり刺されたふくらはぎを3箇所ぐらい左足噛まれて腫れとって、直旅もやっぱ1個広くしたっすもんね。止めんのパンパンっすね。でも力入ると痛いけど、今ロキソニンも飲んでちょっと踏ん張れるそうなんで、この続きを買っていきます。今日もまあ頑張ります、無理なくね。蜂が出たところはまあちょっと一旦置いといて、そっちから入るか。このね崖もやっぱだいぶ危ないです。ここの崖やらなあかんねんけど、ここ相当スズメバチが巣作りそうな、風通しが良くてね、あの火を遮ってみたいな、こういうところにでっけえ巣作るんで、めっちゃ注意しないとですね、気をつけてやります。ああよいしょ、ちょっと昨日やられたとこ見に行ってみます。そこまで草刈ってて、ここっすね、ここら辺でやられた。ほんと道のすぐ上やね。よし、いやこう静かでね、山の気持ちいい。うっ、なんだ、びっくりした。あかん、もうビビってるわビビってるわ。いや結構トラウマやな。怖かったっす、噛まれて怖かった。バチバチバチっとこう逃げながら、どこをどんだけやられてるかが全然わからんかったんで、いっぱい飛んでんねんけど、多分トンボよな、これのトンボ。いっぱいトンボが飛んでて、うん、飛んでるもんが全部怖い。で、昨日ね、どこにおるか全然わからんかったよね。うん、未だにわからん、今もわからん。いやー怖すぎ。追ってきてない、こーわ、あーこーわ、もうトンボも怖い。いやー怖、警戒してるな完全に。あっこよく刺からんすね、ちょっと。いや、だいぶ凶暴やな。いや、あんな感じやったらちょっとわからんな、地面こーわ。もういや、いやっすね。めちゃめちゃ効いたってる感じするんですよね。ああ。いやー、今までやっててあんなになんか凶暴な感じで来るのはあんまないっすね。めっちゃ凶暴。今もほんまやられかねんぐらいの感じで飛んできたんで。みんなこっち見てた。もうでかいから顔がわかるんですよね。で、昨日俺蜂に刺されて、ズボンとかね、噛まれたそのまんまのズボンできたんですけど、この時にちょっとフェロモンみたいな、なんか糞もされてる可能性があって、毒汁みたいなんで、
それをで覚えてたりする可能性があるっすね。怖っ。どうしたらいいかな。蜂スプレーでやっつけた方がいいんかな。ちょっとやったことないんですよね、あんまり蜂で撃退したことなくて。やば、怖っ。まだあっちの裏がちょっとあるんでね、やらなあかんねんけどな。まあほんとこんなんの連続ですよ。もうずっと作業ね、気持ちよく毎日できるわけではないですね。ほんと止められることもすごい多い。今のやつは地面に巣してたけど、壁とかね、崖にするやつが、5層の下とかね巣するやつが多いんで、ここを狩るときほんと嫌だなと思って。こういう急なところでねやられると逃げ場が危ないんでね、ほんと。まあ、逃げやすいけど、飛び降りたら逃げやすいけど。いやーもう、心折れるな、ほんと。あっこ。ここ。ここに巣がある。ほんとに。危ない。ニョロニョロいっぱい出てきた。怖いね、ほんと。嫌なこといっぱいあるけど。嫌っていうか、辛いこといっぱいあるっすけどね。しんどいこと。なぜか、やめられない。これをおすすめできないですよ、ほんと。あの、人雇ったりしてもやらせられないですよね。人雇ったりしてもやっぱ危ないとこやっぱ自分が行かんとってなるし、これ人にやらせるってのはほんと無理やなと思うっすね。で、草刈りとかでやっぱやる場合はアレルギー検査もしてもらってね。かといってアレルギーでも陽性やったりしたらもうねえ、させられないですよね。ほんとできる人限られてくると思うし、別にできる人っつって自分もね、あの、それで蜂で大丈夫とは思わないですからね。やっぱ毒性が強いと、あと体調にもよってやられるときはやられるやろうなっていう。いや、ほんと怖いですね。なのでほんととにかくまず草刈りながら先にこっちが見つけるっていうことができたらいいんですけどね。気をつけて、今日もちょっとビビりながら作業してたらいいと思うんですよ。ビクビクしながら作業したらいいと思います。お疲れ様です。なんかちょっと足の腫れがひどなってきたんで、今日はまだ昼過ぎ2時半ぐらい3時ぐらいけど、今日はもうこの辺にします。あそこ、まあ、見えへんね。上ずっとやってきました。ちょっと足見せます。なんか汚い足すんません。めっちゃなんか地下足袋がすげえパンパンやなと思ったら、こっちがすげえ腫れてるっすね。わかりにくいかな、パッて見たらかなり腫れてる。いや、このほら靴下の跡でべっこりへこむような感じになってですね、かゆい。汚い足すませ。こっちはほら靴下の跡ないんですけどね。まあ何日かかかるでしょ。まあでも作業はできたっすね。明日もちょっと痛み止め飲んでやったらやれそうなんで。いてててて、体重乗ると痛いな。はい、じゃあ今日はこの辺で降りていきます。お疲れ様でーす。ちょっと足が腫れて、どんどん腫れてきたな。どんどん腫れてきたんで、見る？こんな感じで、ボワンと腫れております。もう足の甲まで腫れてるの。かゆい。めっちゃ腫れてますね。アサギマダラの羽が落ちてた。綺麗。わあ、めっちゃ綺麗な。そしてこれを話してみると面白いことになります。わあ、本当にアサギマダラの飛び方する。よいしょ、すごい。すごいね。